皆さんこんにちは、拓也でございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけれども、ニューヨークでタイタニックということで、はい、タイタニックの博物館がですね、このニューヨークにありますので、こちらをですね、まあね、特集してお送りしていきたいと思います。でね、私今どこに来ているかと言いますと、14丁目の6番街にいるんですが、まあ、ここにですね、そのね、タイタニックの博物館がね、期間限定でやってるわけなんですね。まあ、なのでね、今回の動画はですね、このね、タイタニック博物館をですね、まあね、ドーンと皆様にお見せしていきたいと思います。それではですね、今回の動画もね、結構長くなると思いますので、これから早速ですね、行ってみたいと思います。それでは行きましょう。それでは早速タイタニック博物館に入っていきましょう。タイタニックはイギリスのホワイトスターライン社が約3年の期間を経て1912年3月31日に完成しました。姉妹船には最初の船でタイタニックとほぼ同じのオリンピック号、そして3隻目のブリタニックがありますが、今回の博物館では引退、解体されたオリンピック号で使われていた内装品や装飾品、タイタニックに乗船していた人の所有物などが展示されています。映画タイタニックで登場した元の人たちも登場しますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それではタイタニック号に乗り込んでいきましょう。まず最初にすごいものが出てきました。タイタニックは1912年4月15日に沈没しましたが、その犠牲者がつけていたライフジャケットが展示されています。じっくりとご覧ください。それでは続いてタイタニックの誕生に行きましょう。ホワイトスターライン社の経営者ブルース・イズメイから始まりましたね。ブルースは映画でも登場しています。ここではホワイトスターライン社にまつわるもの、タイタニック号、そしてオリンピック号の宣伝に使われたもの、造船に使われたものなどを見ることができます。最後にはオリンピック号の造船の様子も映像で紹介されています。それではこのブースをゆっくりとご覧ください。
さあ、いよいよ完成したタイタニックに入っていきたいと思いますが、有名な大階段は今回は絵画でした。テネシー州のピジョンにあるタイタニック博物館では大階段が完全再現されているので、ぜひ見てみたいものです。最初の人物は造船家のトーマス・アンドリューですね。映画タイタニックでも登場しました。他にはスミス船長や一等航海士のウィリアム・マードックも登場します。ここでは公開前の手紙なども展示されていました。それではこのブース少しご覧ください。それではいよいよニューヨークに向けて出発です。ここからはタイタニックの詳細な模型から始まり、タイタニックにまつわるアイテムの数々をご覧いただきたいと思います。バゲージレシートやインスペクションカード、ホワイトスターラインの銀食器の数々など、沈没事故からの生還者が乗船時に持っていたものなども展示されています。そして後半には三等船室の再現、一等船室の再現など見どころ満載な数々の展示があります。ぜひゆっくりとお楽しみください。
よいよタイタニックは運命の時を迎えます。1912年4月15日未明に沈没しますが、ここからは救命艇に乗った人が当時身につけていた服や衝突の再現映像、見えていた氷の大きさを体験できる氷、 CQD を出した無線室の再現、カルパチア号に救出された時の写真などが出てきます。映画にも登場したマーガレット・モリー・ブラウンも登場しますので、ぜひこのブースゆっくりとお楽しみください。それではいよいよ最後の展示となります。沈没から100年以上経過した今のタイタニックの様子を見ることができます。沈没船を再現した模型、
オーシャンゲート社の潜水艇タイタンが2019年に撮影したタイタニックの貴重な映像が登場します。最後までぜひご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。タイタニック G エキシビジョンご覧いただきました。いやー本当にですね、これね見応え満点なね、そういった展示でございました。でね、まあいろいろ見てきたわけなんですけども、まさかのびっくりでね、最後の沈没した後のあの映像なんですが、はい、まさかのオーシャンゲートのですねタイタンからの映像でございました。はい本当にね、まああれびっくりしましたね。いやでもね、まあなかなかね貴重な映像だったわけでございます。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、タイタニック G エキシビジョン、こちらをお楽しみいただきました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。